こんな感じかな？はい、こんばんは。ともチャンネルです。ここ最近、私のチャンネルは、スマートフォンのみで動画を作っていることが結構あります。なぜかというと、これからね、いろんなところに旅に出る可能性があり、そしてね、重いパソコンを持って行きたくないからというね、単純にそれだけの理由で、スマートフォンのみで編集、そしてアップロードまで、その後の編集もスマートフォンでできるようにしておけば、まあ、パソコンいらないんじゃないかなと。そういった理由からスマートフォンで最近はね、動画の編集、そしてアップロードまで練習しております。これがですね、うまくできるようなら、いや、本当にパソコンいらないなと。まあ、実際パソコンでね、使う機能っていうのは、本当にね、細かい編集をした場合、もちろんパソコンの方がやりやすいんですけども、ある程度の素材をしっかりと作り込んでおけば、スマートフォンのアプリでポンポンと、まあ、付け加えるだけでそれなりのものができてしまうという感じだと思います。自分の中ではね、そう思います。まあ、もちろんね、見てる人に、こう、確認はしてないんでね、それはわかんないんですけども、ただ、スマートフォンとパソコンで何が違うかというと、コンマないくつのね、1フレームごとの編集がパソコンでは可能だということです。まあ、それをあまりね、精密にこうやっていなければ、スマートフォンでも十分動画の編集はできます。まあ、逆に言えば、動画の編集はスマートフォンでも十分可能であり、細かいところを気にしなければパソコンはいらないと、いうことになります。だけど、そのスマートフォンでは作れない素材というものをパソコンで作っておく必要がある。これはもう間違いないんですね。だから家にいるときにはそういった素材を作っておく。そして外に出たときはスマートフォンのみで完結できるような撮影の仕方を考える。そしてスマートフォンで編集をするということがもう大前提になるわけですね。スマートフォンでね、完結できるということは、バッテリーさえ持てば動画の編集がいくらでも可能だということです。持ち歩く荷物がね、パソコンがいらなくなるだけで相当軽くなるし、スマートフォンで撮影するということはカメラもいらなくなると。で、音声のね、聞きづらさとかね、雑音とかね、ノイズとかっていうのは、これはもう仕方がないので諦めるというね、そういった妥協するところも必要なんですけども、それでもこのスマートフォンのみで撮ることに関してはね、かなりのメリットがあると思っております。旅に出るたびにこう重いパソコンをね、いつも持ち歩いて担いで出かけなきゃならないっていうことからね、解放されるというのはまあ楽なもんですよ。で、もちろんね、スマートフォンで撮るので、パソコンで編集するためのちょっと無理ができる、撮影ができないんでね、その辺はまあ考えながら撮るというのはね、しょうがないんですけども、そこだけ考えてやれば、パソコンいらずでスマートフォンで編集できると。こんな楽なことはないですね。実際ね、もういくつかスマートフォンだけで動画を編集しております。編集した中には、パソコンと何ら変わらずにアップされているのもあるんじゃないかと、自分では思ってるんですけどね。ただ、どのぐらいまでクオリティを上げていくかというのは、スマートフォンでもじっくりとやればできなくはないです。パソコンでもね、じっくりとやれば
今まで以上のクオリティっていうのはまあ出るんですけども、ある程度の妥協、そして私のこの適当な性格のおかげでね、ある程度の妥協以上に妥協して、そしてスマートフォンでも同じクオリティでも十分出せる妥協があるというのはまあ間違いないんですけども、それでもね十分だなという気はしてます。で、実際にね、ここ最近ハードオフの動画なんかは完全にスマートフォンオンリーです。パソコンでね編集をじっくりとやろうというところまでいかないでも、スマートフォンでね十分編集できるように撮影していますので、まあ問題ないですね。で、スマートフォンのマイクの周りに防風のためにフェルトを貼り付けてあります。もちろんマイクの周りにこうね両面テープを貼って、マイク自体にはテープが貼られないようにちゃんと工夫はしております。そのおかげでかなりの防風がね期待できるんですよ。しかも二重に貼ってますので、フェルトかなり、ボボボボボっていう風切り音が軽減されています。これはね動画を撮って一番最初何もつけてないで動画を撮ったのがね、日本一大きな歩道橋を見た時の歩道橋の上、あそこはねマイクの防風をなく普通に撮ってしまったので、風がねすごい入ってるんですよ。で、その後まあ何個かは、防風のやつをねつけずに撮ったんですけども、4回目以降ぐらいからかな、完全に防風のためにフェルトを取り付けてから外でも撮影するようになりました。そうするとね風切り音がもうほとんど気にならなくなったんですよ。だから外で撮影するにしてもスマートフォンでね、まあそれなりの音声のレベルで撮れるんじゃないかなと、まあ撮れているんじゃないかなと思います。まあ、もちろんねそれなりといったのはね、スマートフォンが感知できる周波数、まあ上限も下限もありますので、それ以上それ以下の音がねもし入り込むようなら、それはまあノイズというかね、音割れというか、そういった形で出てきてしまうかもしれませんけども、まあその辺、そこまでね、大きく偏った音を取らなければ、問題ないんじゃないかなという気はいたします。なのでね、今こう言って、まあ今のもこの録音もスマートフォンで完全に済ましております。なのでね、スマートフォンだけである程度の動画をね、まあ、完結できるんではないかなということです。ただこの動画に関してはね、パソコンの方に取り込んで、キャラクターの口を動かして、こう動画にしようと思っていますので、これはもう完全にパソコンで、編集いたします。だけど本当にハードオフとかね、そういった外で撮影するとき、録音じゃなくて撮影ね、するときはもう、パソコンいらずで、スマートフォンのみで、撮影していこうかなと、これからもね、練習を兼ねてやっていこうと思っております。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまーい。